どうも、トリッシュボーイズの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回おすすめするのは私の奥さんです。あのね、最近、まあ、その友人のイベントも復活してきてるじゃないですか。ノブさんの出させてもらったりとか、昨日なんかは一コマのね、イベント出させてもらったんですけれども、はいはい、それでね、もう毎度言われるんですけど、奥さんのファンですって言われるんですよ。お、昨日なんかひどくって、ひどいっていうことはないけれども、イベントが終わりまして、でロフト9ってさ、坂の途中にあるのよ。あ、渋谷の、うん、渋谷のね、うん、はいはい、で坂下ってたら、上からすいません林さんって言って、大きな声で、うん、お客さんやと思って振ってみたら、まあ、女性ですよ。それがタッ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 と下ってきて、はいはいはい、何でしょうって言ったら、奥さんのファンですって言って、そのまま駆け抜けていったわ。止まりもしなかったよ。止まりもしないのはちょっと分かんないですよね。あんま俺に興味なくって、うん、奥さんのファンなのよ。まあ、それを伝えたかったんでしょうね、うん、出たこともないのよ。うん、まあね、うん、あの最近ちょくちょくね、あの話はね、声とかはね、ああそうですね、たまに入っちゃったりはしますけれども、うん、そんなまあ奥さんのファンがね、うん、ただいるんであれば、じゃあ奥さんの気候というか、ちょっと変わったことをね、たくさんやってるんで、うん、そのお話をしていこうかなと思っております。はい、はね、一緒にね、オリンピックの開会か閉会見てたんですよ。ああ、家で、うん、家で見てて、うん、でまあオリンピックも始まりか、それとも終わりかって言いながら見てたんですよ、うん、僕なんかの時に目をね、ちょっとまあテレビの方ではなくて別の方見てたんですよ、うん、ほんなら急に、ん？なんだこれって言うんですよ、うん、テレビ見ながら。別になんだこれなんてことはないじゃないですか、はいはい、そのテレビ見ながらね、うん、うん、おたぎら、おたぎら、おたぎら、何これ、おたぎらって言うんですよ。なんかどっかの選手かなと思って。ああ、なるほどね。オリンピックだしね。そうなんですよ。どっかアフリカとかそういうところの、うん、それでも特殊な名前だなと思うけど、ね、おたぎら、おたぎらだ、おたぎらって言って、おたぎらってなんやろと思うんだけど、ふってテレビ見たら、うん、ありがとうやったんですよ。は？それ何ってずっと考えてた。おたぎらなわけないじゃん。あ、ローマ字で。そう、ローマ字でなんで逆で急に読んだんだろうね。わかんないっすよ。気持ち悪くはないだろ別に。おたぎら、おたぎらって言ってたもん。とかね。いやいや、とかねじゃないの。あ、そう、説明なかったね。その知らない人からするとね、何の話だと思うんですけど、うん、ちょっと変わっててね、奥さんが。読み間違えとか、言い間違え、聞き間違えっていうのはすごい多いんで、うん、それをね、たびたびネタにしてるんですけれども、今回はそれ集です。完全なる気候癖がある感じですからね。そう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 、おたぎら、まあ、おたぎらって言ってたっていう話ですね、これは。いや、ちょっとそれ気づかなかったね、じゃあ自分では。僕が言ってわかった、これありがとうだよって言って、あ、そうそうそう、そこなんだよな、いつもあーって終わるんだよ、うん、そう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 、なんかその恥ずかしいとかもなく、うん、そうそう、あ、みたいなね、粛々と見てた、その後も。はぁ、なんだ、静かに見てたわ。まあまあ、なかったことになるんだよね。うん、四季をね。まあまあ確かに。あとね、すんごいご飯好きなのよ。あ、ご飯食べるのが好きなの。ほんま、むちゃくちゃ食うんですけど、うん、この間ね、まあ、ダイエットをしていて、久しぶりにね、お米食べようやってなったんですよ。あ、ずっと食べてなかった。うん。チートデイみたいなのも入れませんかと話になって、はいはい、で、近くにね、夜中やったんで、牛丼屋ぐらいしかやってないのよね。まあ、ね、すき家とか松屋とかね。そう。で、すき家行ったのかな、近くの。うん、すき家行って、この食べようかって言って、二人とも今日丼ですよ。で、わ、うん、ーって食べてたら、まあ、男の僕の方が早く食べ終わりますよ。うん、食べ終わって、ああ、お腹いっぱいごちそうさま、急がんでええからねーって毎回言うんですけど、遅いから食べるの。うん、急がんでええからねーって振ってみたら、アクリル板あるじゃないですか。うん、アクリル板が米粒だらけだった。久しぶりの、多分どういう状況、久しぶりのお米で丼だから、はっくらってて、漫画みたいな、漫画見てる、ババ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 っていう。アクリル板がお米だらけやった。うわぁ。これでも、わかるかな、もう、本当に飯好きなんだよな。飯好き好き好き。でも、むちゃくちゃかっくらうから、その時はね、我慢もしてたのもあって、食べ方豪快なのよ。そうね。うん、アクリル板がお米だらけだったっていう事件がありましたね。やばいね、なかなか。そうなんですよ。なんかだから我慢してるとやばいね。うん。うん、なんかそうですね。どっかで爆発しちゃう感じがあるわ。うん、そうそう、そんなんがあったりとか、うん、あとご飯系で俺が一番笑ったのが、うん、岸本さんがね、勧めてくれたラーメン屋に行ったんですよ。ああ、はいはい。そう、美味しいラーメン屋があってね、まあ、ちょっとね、そこへ行って食べてたんですよ。うん、まあ、食べてたら、美味しいねって打ってみたら奥さんはね、うん、ってんすよ。で箸で、ラーメン屋で、そう箸で、
なんかそのつついてこうやってあのつけ麺なんだよね。そう、うん、あれあれってあのつけ汁の方をねこういじってたの、うんうん、あれあれって、うん、どうしたの髪の毛でも入ってたって言ったらチャーシューなくしたなくすなくすって、ね、つけ汁の中にチャーシューが入ってるんですけど、うん、チャーシューなくしたらしいですよね。なくすそのつけ汁の中から食ったんだろなくすだと言ったの俺も、うん、なくすわけないじゃん食べたんで、うん、チャーシュー後に残すからあれなくなったななくしたわなくなっちゃったって言ってでもなくなったことをね食べてないから自分はなくなったっていうの信じられなくってって言って横の人のつけ汁見てたパクられたと思ったらチャーシューを盗まれたと思ってチャーシューえぐ怖いわ人の人に見られるのめちゃくちゃ嫌だなつけ汁見ててチャーシュー取ってるかどうか覗き込んでた誰がパクるんだ人のチャーシューなかったからあれちょっと結局食べてたらそこにあったんですよ。あ入ってたの入ってたあよかった、うん、よかった、よかった見つかったというねチャーシューが人に迷惑かけなくてよかったそうそうそうこんなんとかあったりとかもう食べ物に執着やっぱすごいですねえぐいねうちの奥さんはね、うん、結構お金も使います食べ物に関してはね、うん、そうね、うんのがあって、あとね覚え間違いっていうのがすごいんですよ。多いね。そうあの鬼滅の刃、うん、僕もね、まあピークあったじゃない。みんなが見てたピーク、はいはい 映画とかあったりとか、はい、そうするとちょっと遅れてから僕はアニメを見出したんですよ。うん、ネットフリックスやったかななんかでね見出して面白くって見てたのよ。うん、この奥さんも横で多分ね耳の中で耳で聞いてて、うん、メディア見てないけどチラ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 見たりとか、うん、まあ聞いたりしたんですよ。うん、そしたらもう全部見終わってああいやおもろかったわこれ続きあるんやもう映画も見たいなって言ってたら奥さんがスーッと言ってきて、うん、結局さ善次郎は鬼に食われたのって言ってた善次郎芸人さんだから鬼には食われないよ一回も出てきてないね。そう炭治郎を善次郎と言い間違えてて善次郎は芸人さん急激に絵が浮かんじゃうからそう善次郎細い細いさんまさんに似てるそう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 出てきちゃう細いね気の強い芸人さんですから、うん、いや善次郎は鬼に食われない炭治郎ね食われてもなった炭治郎もそうね何かしらちょろっと間違えるんだそう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 なんですちょっと変わっててあと言い間違えやっぱひどくって、うん、あのね僕豚しゃぶがすごい好きなんですよああよくてね、よく豚しゃぶが好きで、うん、でその手間かかんないのがいいじゃないほんでもうまいみたいなねそれが好きで手間かからんし僕待つのがすごい嫌いなんですよせっかちだから、うん、なんかいつもなんかすぐできるラーメンとかでもなんか食べるんですけど、うんまあ、豚しゃぶが好きだから豚しゃぶこんな作ってやってよく言うてるんで、うん、で今日もちょっと豚しゃぶ作ってやって言ったらないって言うんですよね材料があ豚がないとそうそう、うん、だからまあちょっと買いこやって言ってて、はいはい、でもね、うん、言ってたらやっぱりさっき言ってたような、なんか丼があったりとか、うん、餃子があったりとかいろいろあるんですよ。うん、あ、そっちも食べたいなーってなって、餃子ちょっと食べようかってなったんですよね。うん、で、餃子屋行って閉まってたんですよ。わー、餃子やってないんか、もうショックやなーって言ったら、じゃあ、食う？何を？しゃぶ。食う？って、豚抜いたんですよ。しゃぶ。食う？しゃぶ。しゃぶ食う？しゃぶって言ってて、いや、シャブ食うってインゴであるんですよね。そう。あの、薬やるかっていう意味で、それ、シャブを食うっていうのよ。覚醒剤をやるかっていうことを言ってる。インゴなのよ。言葉ずっと、それをもう警察署の前とかで、シャブ、トゥ、シャブ、シャブ食う。そうね。食うって結構その、本当にやってる人がよく使う言葉だから。シャブ。あんまり良くないね、言うの。あと、俺の小指のことだけを、うん、人が違いますよ、うん。俺の小指のことだけを、エンコって呼ぶんですよ。なんわかんないですよ。岸本さんは小指だと思う。何用語なんだよ。ね。他の人も小指だと思う。俺の小指だけはなぜか、エンコって言うんだよ。だから詰める予定なんだそうそうそう。いつか。シャブクって詰められるんですよ。いつかクッ。あれすごい流行ってるね。ダンス。あれやったらさ、私も痩せられるかも。あれでシンプルだしさ、真似できるじゃん。あれあれ。あれだよあれ。あの、三代目 J ソウルブラジャーズって言ってた。いや、二丁目のやつらや、多分。いそうだよな、ね、ブラジャーして。確かにいそうだわ。やって流星やるわ、確かに。ブラジャーつけて、三代目 J ソウルブラジャーズ。よく3代続いたな、いや、そうですよ。一代目やめて終わっとけよっていうね。三代目 J ソウルブラジャーズっていう歌とか。ちょっとだけなんだけど、よくそこ間違えるなっていう感じなんだな。そうなんですよ、そうなんですよ。
あのね、荻窪だったかな、うん、荻窪にね、美味しい唐揚げ屋さんがあるんですよ、うん、北海道唐揚げ、はいはい、すごいごっついんですよね、ランキーだ、そう、うん、で唐揚げもあるし、鶏まんまのやつもあるんですよ、うんうん、でそこ行ってみようやって、美味しいよねって言って、僕とね、奥さんと真帆さんも一緒に行ったんかな、うん、3人で行かしてもうて、はいはい、で、まあ、くださいって言って、うん、時に、何をされますかって言った時に、懺悔くださいって謝れって言ったんですよ。懺悔、懺悔ください。懺悔って言って、懺悔？あ、懺悔。あ、すいませんすいませんって言って、まあ結果謝らせて、そう謝らせたっていうね。懺悔ください。懺悔は欲するものじゃないからな。そう謝れって言っちゃったみたいな話があったりとか、あとね、雪だるま知ってます？あれか、うん、ラムのお店か、ラムが美味しいんですよ、うん、中野にあってね、あれ確か元力士がやってるみたいなところですよね、うん、でかなり有名でいろんな芸能人が行ってるんですよ、はいはい、で僕はね、まあ、筋肉マン大好きなんで、うん、ゆでたまご先生がそこにね、まあ、色紙を飾っていると、うんうん、でそれが大きい色紙なんですって、うん、で筋肉マンの横顔だったかながあると、うん、それみたいな、ちょっと食べ行こうやってなって、うん、別にラムはねあんまり興味はなかったんだけれども、うん、まあ、ゆでたまご先生のサイン横顔のやつが見たいから、うん、行こう行こうってなって行くんですよ、うん、はいはい、あ、これだこれだ、あったよあったよって言ってお店の中で、うん、あったあった、ほんまどこどこ、これでしょ、肉だるま先生。いやもうAV とかやりそうだけど、いやそうよ、AV の監督のサイン俺見たくないから別に、ダメだるまみたいな、もう全部むっちゃ怖かった、そういう時に限って大声で言ったりするんだよな、そう大声で自信満々で大声で言うんすよ。そうなんだよ、そう恥ずかしいな、そのように。そうなんですよね、まあ、あとね、パソコン機械ちょっと弱くって、うん、僕ね Mac のね持ってるんですけど、うん、で Mac をね岸本さんがくれたから古い Mac が、まあ、使わなくなったから、ま、そうなんか奥さん使っていいよって言って、ああそうなの、そうそう、お下がり、そう、うん、でまあ使うんですよ、うん、でもなんか壊れてるって言うんですよね、うん、でも Mac そうそう壊れないからね、だってお前ずっと使い続けてきて壊れてない、壊れてなかったから、うん、壊れてないよって振ってみたら、うんうんうん、Mac 逆からこじ開けとしてた。接続部分の方こうやって怖っ開けようとしてた、壊れてるよこのマックって、そうそう、パカって開くと思った、そうなんですよ、あーなるほどね、パソコン使ったことないんかな、こっちやからカパッと開けて、あそうそうそうなんだ、むしろもう普通ワンクッションあんだけど、そうないんだよな、そうなんですよ、うん、まあそんなんがあった、あとね、今、まあ、僕のマネージャーとタイムスケジュールとか、まあ、いろいろやってくれてるんですけど、うん、それ以外にも実はもう一つちょっと変わった顔持ってるの知ってます？変わった顔、はい、世の別の仕事、あるの、はい、仕事、作詞作曲なんですよ、知らない聞いたこともないよ、知らないですか、うん、作詞作曲やってるんですよ、まあ売れてないからね、みんな知らないと思いますけれども、まあね、ちょっとあんまり奥さんって作詞作曲してるんですよ、うん、ふりかけ侍っていう曲と聞いたことある、はい、あと、うん、怖い人っていう曲があるんですよね、うんうん、この、まあ、2曲でやってるんですけど、それはリリースはしてないけど、リリースこそしてないけれど、うん、僕は名盤やと思ってますね、本当ですか、そう、出しゃ売れると思ってますけれども、うん、ちょっとそれをね歌ってさよならしようかなって今回思っております、はいはい、奥さんの声は聞かせられないけれども、ああそうなんですね、うん、曲はでも覚えてるわけだ、そうそう僕は覚えてます、うん、はい、ちょっと1曲目、はいはい、ふりかけ侍から、ね、曲はないけれども、まあ、僕は歌わせていただきますね、はい、ふりかけ侍が、ふりかけ侍が、ふりかけ侍やってきた、ふりかけ侍よ、ふりかけ侍よ、ふりかけ侍やってきた、ふりかけ侍がやってきたから、この世はすべて幸せになったとさ、いやいやっていう曲、何その着地の仕方、いやいやすごいですよ、スーッと降りたらって終わる、スーッと降り立ったら、そう子供とかでも好きなんじゃないかな、ただ意外と悪くない、そうなんですよなんかそうなんですよ、あってもおかしくない NHK とか、なんか別にありそうだなって思ったわ、ポンキッキーズとかね、うんうん、そういうのでなんか使えそうだなと思うんですけど、うん、ただ怖い人って曲が、うん、結構僕は怖くて、ちなみにどういうタイミングで作られるの、プロ
ああもうじゃあ風呂に入った時に降りてくるんだ、ね、勝手に。あのもう大声で、あ、はい、歌いますね。はいはいはい、怖い人、これが最後なんですけれども、うん、怖い人がやってきた、怖い人がやってきた、この怖い人を撃退しないといけないから、いろいろ考えているうちにやられた。サマーズなんか大竹さんマイナスターズみたいな、うん、まあまあまあマイナスターズね、うん、という曲か、悲しいなんか終わりだったね。なんですよ、どっちもなんかね、うん、スーッて上がってそうだね、なんか思いもかけない終わり方するから。そうなんですよ、ちょっと予想つかない、まあ、今回ちょっと奥さんの話をさせてもらいましたけれども、はい、まあでもなんか例えばねイベントとかそういう時に奥さんのイベントがあるとしましょうよ、うん、それでも待ち合わせとか多分できないですよね皆さんはね、奥さんは分からないから、うん、ちょっと奥さんの、まあ、行動だけ最後一個言って、これが多分あ、うん、ヒント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 、はいはい、これやってる人奥さんだからっていうのをちょっと、うん、言いますね。難しい僕がねいつも、まあ、奥さんと2人で出るんですよ家から、うん、なんですけど時々待ち合わせするんですよね、うん、で待ち合わせする時に今どことかどういう服着てるって言ったら、うずらの卵って来たんですよ、うん、はぁと、うん、うずらの卵、うん、でうずらの卵がどうしたのって言ったら、うずらの卵食べてる、うん、待ち合わせ場所でうずらの卵食べてるよでもこう、うずらの卵なんてもぐもぐしてるから食べらんないじゃない、食べられて、うん、そう食べてても、ね、そう食べてても分かんないし、うん、どういうことかなと思って、うん、まあ、その待ち合わせ場所行ったら一発で分かったんですよね、うん、両手に山ほどうずらの卵持ってたで食うてたいやいや、うずらの卵ってさ、うん、そもそもそれ単体で食う人見たことないんだよ。いや、わかんないですけど、うずらの卵両手持っててこれ食って。やばいなぁ。そう、だから、すぐわかるやん。うずらの卵だったんですよね。ちゃんと、うん、ちゃんとわかるような内容だったっていう。だから皆さんも、まあ、例えばね、ライブ会場とか行った時とかに、うん、奥さん、まあ、来てるんで、時々ね。まあ、ね、その時に、うずらの卵両手持って、口の中もうずらの卵頬張ってたら、それ奥さんなんで。もしよければ探してみてください。うずらの卵頬張ってる女をね。それ違かったらもう最悪だけどな。とんでもねえやつ聞いちゃったよって思うよ。ただのイカレ野郎か奥さんどっちかなので、ぜひぜひね、ちょっと、はい、見つけてみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで我々トシボーイズサブチャンネルございます、トシミナティチャンネル、そちらもぜひ登録お願いします。お願いします。またニコニコチャンネルの方もやっております、トシボーイズ秘密クラブ、そちらも登録お願いします。はい、お願いいたします。我々1億人突破目指しております。1億人突破しましたら奥さん絶対出さないんですけど、はい、やっぱりどっから来たかって奥さんのお母さんなんですよね。そもそものその気候、気候というかちょっと変わってるのが、奥さんのお母さんは、うん、おうどんとか定食屋行ったら、うん、絶対に言うことがあるんです最初に。最初に、うん、エビの尻尾はちょうだいねエビの尻尾みんなのやつを集めてバリ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 って一緒じゃん、似てるわ、もう似てるわ。エビアレルギーでエビは食べられないですけど何それ聞いたことないんだけど、エビは食べられないですよ、エビ嫌いなんですけど食べられないんですよ、ただエビの尻尾だけは食べられるんで、みんなエビの尻尾じゃないって、エビの尻尾集めて食べるんで、そのお母さんからお呼びできるので、あ、それは大丈夫、はい、奥さんのお母さんを1億人突破したらお呼びします。はい、はい、以上です。ありがとうございました。